おーす。おーす。いらっしゃい。さあさあ、こっち。お、メニューだ。なんだろう。何漬物ですか。そうですか。っていったところで、どうもどうも、こじまです。今日もコウペイちゃんたちと一緒に遊んでいきましょう。デリーさん、これ何ですか。これ何おーす。あんたにこれ持ってきたぜ。何何何何何かくれるの。じゃん、いちご、どこ。後で一緒に食おうな。ありがとう。それではアデリーさんとお話しよっかな。ん？台所かな？何やってんでしょうか。ん？あのよ。うん。小島さんと一緒にいるとよ。うん。あっという間に時間が過ぎていく感じがするぜ。ん？なんで横向いていってんの？あ、料理中なのか。またすぐ会えるさ。うん。たまに来るよ。そうかい、それはよかったぜ。あんたと話してると楽しいんだ。そう、ありがとう。またすぐ来てくれよ。わはははは。わはははは。終わった。あっさりしたイベントだったね。アゼリーさん、今のじゃ小島っち物足らん。また特別なお話聞かせて。ん、また台所か。台所多いですね。お、こっち見てくれてる。よっ。よ。夢中になれるものがあるっていいよな。そうだな。この前あなたをあんたがやってんのを見てよ。は私が私をやってんの。それでよ。うん。真剣な感じで目をキラキラさせてな。はい。え、何今の顔しとった。そんなキラキラなあんたを見れてなんだか嬉しくってな。そうだな。ずっとその夢中になった時のキラキラは忘れないでほしいぜ。あれはそんなあんたの姿を見るのが大好きだからな。告白された。どうしよう。コーペンちゃん、今日ピンクなんだ。あ、ここ四つ丸くない？行くよ。ここにあるよ。はい。すげえ変なところにあるね。あ、もう一個見つけた。みんなわかるかな？ててん、て、この辺、この辺。ほら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 。ほらほらほら。ほい。いや、これ難しいよ。一日のやつ全部見つけたことないけどさ。すごい難しくない？ここにもあるじゃん。おっと、座布団の上にもあったわ。難しいね、これ全部見つけようと思うと。あら、かわいい。暑い。今寒い。超寒い。こんな日はアイス食べたいね。まあ、アイスはいつでも食べたいわ。あのね。じゃあね、特訓した時のことをお話しするね。何の特訓したんだろう。ちょうど君が出かけている時だったな。そっか。お、アデリーさんが登場。来た。かわいい。かわいい。ぴょいんって飛び上から。飛ばないんかい。ねえねえ、アデリーさん。どうしたか。ね、マスターの仕事ね、特訓してほしいんだ。特訓ってマスターの仕事か。いいぜ、特訓だぜ。おー、何するんだい？お、ドアップ。そうだな。じゃあ、今回の特訓は豪華3本立て。はい。コーヒー作り、コーヒーを入れる、コーヒー運び出せ。おー。はいはい。よーし、頑張るよ。横から登場してきたね。できた？なかなか難しいものだな。あー、難しいんだ。まあ、最初はうまくいかねえもんよ。ん？どうした？いらっしゃいませ。おお。コーヒーはまだ入れられないからイチゴミルクあげる。好きだもんね、イチゴミルク。おお。あ、あとアメちゃんもどうぞ。おお。接客は完璧なんだね。いいじゃん、やるじゃねえか。なんだろう。よくやったな。今のはかなりナイスな接客だったぜ。目の前にいるけどね、お客さん。そういう話するんかな。自分にできることが一番向いてるのかもな。あー、確かに。ありがとう、アデリーさん。ん？かわいいね。おう、色変わった。見たいのがあってね。その時撮ってもらった写真があったからね。いつでも見れるようにアルバムに貼っておくね。ありがとう。じゃあもう一回お話聞かせてもらおう。
おお、すげえ。あれよ、あんな感じでやってんの。よいしょ、よいしょ。何してるの？あ、君だ。私だよ。お、どっか直した。おお、ちゃんと足音も聞こえるね。今ね、トレーニングしてたの。そうなの。手をブンって振って悪いものを吹き飛ばしたり、君が困っていったらピューって飛んでいって守るために鍛えてたの。そうなんだ。鍛えたら君が困る前にいろいろできると思うんだ。そしたらずっと安心でしょ。そうだね。すげえ、えらい。ありがとう。ありがとうかな。ありがとうにしときましょう。えへ、こちらこそいつもありがとう。私何もしてないけどな。小島ちゃんと一緒に入れて。あ、後ろ飛んでます。僕は毎日幸せだよ。僕が君を守るからずっと一緒にいようね。どうしよう、また告白された。アデリーさん、次はコッペちゃんからも告白されたんですけど。クックック、我は偉大なる横島エナガであるからにして一撃貴様を導いてやろう。というわけで、エナガさんとお話ししましょう。ん？あ、びっくりした。カレーに入っとるんかと思ったよ。あ、来た。貴様、それは美味であるか。あ、私が食べてんのね、カレー。食べたいの？ちょっとくらいならあげるよ。な、いや、そんなことは。ピエになっとる顔がチュルリ。何？食べたいのこれ。あ、いや、その、別に羨ましくなんかないんだからね。我は写真をに眺めるだけで満足なのである。はい、あーん。貴様の優しさが身に染みるぞ。あ、普通に来たわ。はい、あーんなのだ。もぐもぐ。あ、食った。うむ、大変美味である。うん、カレー好き。礼を言うのだ。大満足である。そしてこの恩は永久に忘れぬ。へえ。いつか貴様が困っている時にこの恩を返そうではないか。くくく、楽しみに待ってるがよい。おー、なんか続きがありそうな感じで終わりましたね。では、エナガさんにもう一回お話ししてもらいましょう。では、我とジャボテンの話を聞かせてやろう。お？珍しい。あんまないよね、ジャボテンの話。あれは天から羽衣が舞い降りし日、お日様の光さしてたなっていうことで、晴れの日か。うん、ジャボテンさんだ。こんなちっちゃかったっけ。よしと、水やりは終わり。調子はどうだ、我が眷属ジャボテンよ。話すがよい。他に望むものはないか。チーン。ん？日の当たる地に行きたいのか。え、喋ったの？よかろう、しばし待つがいい。おう、運んだんかな。どうだ、ジャボテンよ。やっぱ疲れますね。そうですよね。我の魔力で貴様を安息の地に運んでやったわけだが、絶対普通に頑張って運んだでしょ。うむ。我も日向ぼっこするかな。ありがとう、おしゃべっと。本当だ。喋りましたね。ね、気のせいか。しかし言葉はもらわずとも、この横島エナガと貴様一心同体。思っていることすべて手に取るようにわかるのだ。へえ。ふわはははははふわはははは。喋ったよね。うん。かわいい。で、あるからして、見たいのがあってんな。その時撮ってもらった写真があるのでな。アルバムに保管しておくぞ。よかったら見てね。あー、やっぱジャボテンさん大きいよね、さっきのイベントより。なんかそんな気がする。成長したんかな。はい、といったところで今回はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。白熊さんと大人ペンギンさんのイベントは全部見ちゃいましたね。で、アデリーさんと横島エナガさんまだまだイベントあるみたいですね。この3人。コッペちゃんと横島エナガさんとアデリーさんはイベントを追いみたいです。まあ、楽しんでいきましょう。お、水やりしてる。そうやって水やるんですか。
はーい。おうおうおう。あ、でも甘サボテンはそんなやらんでもいいよ。では、バイバーイ。